ただいまから知事の記者会見を始めさせていただきます。最初に知事からお願いいたします。はい、僕からは3点です。まず1点目についてです。1点目は大阪、特に南地区における安全安心の取り組みについてです。今回この新型コロナの影響もあってか、当然なかなかこう繁華街への人の出入りというのは少なくなっているわけですが、できるだけ安全安心な街づくりをしてぜひ楽しんでいただきたいと思います。そういう状況にもあるので、客引き、違法な客引きというのが増えてきているということを地元の商店街の皆さんからの意見でもお聞きをしているところです。安全に楽しい南の食を楽しんでいただく、南で楽しく過ごしていただく、繁華街、北も含めて楽しく過ごしていただく、もちろんこれは感染症対策を気をつけながらです。事業者も利用者の皆さんも、そのことが非常に重要だと思います。で、一方で、その違法な客引きがどんどん増えてですね、その本来真面目にやっている、事業者の皆さんがこの割を食うというのは絶対あってはなりませんし、そもそも僕も大阪市長時代に取り組みましたが、違法な客引きというのはこれは厳しく取り締まるというのが基本的な考え方です。今回大阪南地区において少人数の飲食店応援キャンペーンというのも今実施しているところです。そしてまさに国においても GoTo Eat キャンペーンを実施しているということです。今日この次にも発表しますけれども、 GoTo 商店街という事業も今進めているところです。その中で誰でもが安心して南地域を、そして繁華街を楽しんでいただけるように、訪れることができるように、この客引きであったり感染防止宣言ステッカーに対するその実効性を担保する現地調査、そういったものをより強化をしていきたいと思います。で、多くの方に楽しんでいただけたらというふうに思います。まず客引き対策についてですが、10月12日13日に府警による一斉取り締まりを実施をいたしました。特に南地域を中心とした客引き集中取り締まりをやりまして、延べ60名体制で実施をいたしました。今日の11時に府警から発表しましたが、計8名の逮捕をいたしました。これからもですね、この違法な客引きをする、そういった対象に対しては厳しく取り締まっていきたいと思います。そして10月16日、これは今後の予定ですけれども、大阪府警と大阪市の合同による客引き対策合同パトロールを実施をいたします。これは約40名体制で実施をします。違法な客引きを防止して安全で、楽しく南を楽しんでいただくということに大阪府としても力を果たしていきたいというふうに思います。2つ目です。この感染防止宣言ステッカーですけれども、もちろんこれ感染症対策を取っていただくと、これを実効性を確かなものにしていくということが非常に今後コロナがある中で重要な取り組みだと思っています。繁華街を楽しんでもらうためにも、やはりそのコロナを抑えていくというのが繁華街を楽しむということにもつながりますので、ここは事業者の皆さんにも、そして利用者の皆さんにもご協力をお願いしたいところです。で、この間ですが、9月24日から10月14日までご飯10人体制で実施をいたしました。そして10月15日からですが、12月末まで、これはもう民間に委託をしまして体制を強化します。10班20人体制で実施をしていきます。何をするかというと、南やその区域全体のこの宣言対策ステッカーを掲示してくれている店に対してですね、いろんな現地調査を実際に行いまして、そしてなんかそれが対策が不十分であるというところについては、こういったやり方がありますよと、そういった助言指導をしていきたいと思います。いろんな透明パーテーションとか移動式のパーテーションも非常に安く確保できるのもありますし、そういったことを知らないという方もたくさんいらっしゃるので、できるだけ多くの情報を現地調査をしながら丁寧にお伝えをして、感染症に強い、コロナに強い繁華街のまちづくりというのをしていきたいと思います。
現状ですけども、目標店舗数ですが、区域全体では2500店舗の現地調査をしたいと思っています。うち、南地区では500店舗程度を目標としていきます。それから現時点の調査実績ですが、区域全体で339店舗、そして南においては93店舗です。で、これにつきましては、改善を求めた件数がここにある通り、区域全体で58店舗、南で14店舗。で、これにつきましては、実際に改善の報告があったというのが区域全体で30店舗、そして南地区で11店舗です。で、この3の店舗については今、改善の報告のを求めているやり取りをしているという最中であります。で、具体的な指示事項でよくあるものですけども、レジと客の間にアクリル板等の設置であったり、あるいは従業員の出勤前の検温等の実施であったり、あるいはその客席の間隔が不十分な場合、どうしても場所を取れない場合は、簡単なこのパーテーションの設置であったり、まあ、その中身の紹介であったり、まあ、そういったことをやりながら、この感染症に強い街づくりというのを目指していきたいと思います。次お願いします。次は商店街の振興支援に向けた取り組みについてです。現在のこの感染症、コロナの状況によって、やはりその商店街自身も非常に大きなダメージを受けています。まあ、そういった中で国の GoTo 商店街という事業が始まり、そして大阪府としてもそれを補完する形の事業というのを実施していきたいと思います。商店街における感染症対策をしっかり取りながら社会経済活動を動かしていくということを、この両立をぜひやっていきたいと思います。まず最初ですが、6月上旬については感染症対策、感染症対策をしっかり取っていきましょうというキャンペーンを商店街でやりました。これが6月上旬のことです。安心して、府民の皆さんが安心して商店街を訪れることができるようにするように、みんなで守る大阪というのをスローガンにしまして、区域のモデル事業としまして107の商店街で新型コロナの対策についての政策というのをまず6月上旬から実証してきました。まあ、これは具体的には、特設のホームページを通じた取り組みをはじめとして、ポスターによる掲示であったり、あるいはその広報啓発イベントであったり、まあ、桃瀬屋にも参加もしてもらってます。それから新たな生活様式を迎えた、新たな生活様式、これを踏まえた取り組みの推進、テイクアウト、デリバリーであったり、キャッシュレス決済であったり、 SNS での情報の発信であったり、それがクラウドファンディングの活用、さまざまな啓発イベントも含め107の商店街で実施をしてきました。そして感染症対策をまず商店街の中に浸透させて、感染症対策を商店街できっちりやっ、その上でこの次の第2ステップである需要喚起、 GoTo 商店街に今回取り組んでいくということです。で、この商店街が実施する地元の予算、あるいはその商店街で再認識できるイベント、そういったものに必要な経費を支援をしていきます。対象としては、基本的にはこの107の商店街が、これは国の事業がメインになりますから、国も公募です。ですので国に採択されるように、まず大阪府としても支援をしていく、そしてさらに上乗せを支援をしていくという考え方です。ちなみに国においては1申請1商店街あたり300万円、そして共同申請の場合は最大で1400万円が委託の上限になります。全国で1000件程度が採択される予定というふうに国で聞いてます。全国の商店街というのは1万2000ありますから、そのうち全国で1000件程度が国で採択ですので、大阪においては107件が手を挙げてくれてますので、この107件ができるだけ採用されるようにとしてもサポートをしていきたいと思います。次お願いします。じゃあどういうふうにサポートしていくのかということですけども、このブルーにあるところが国の GoTo 商店街事業です。で、このオレンジのところが府が独自にある事業です。何をするかということですが、まずこの府のそれぞれ107商店街ありますが、どうしても高齢化も進んでいる商店街も多いというようなところもあります。そういった中で国へ申請するにあたり、その商店街のサポーターを派遣をします。商店街その専門家を派遣することによって、いろんな企画であったり準備であったり、その商店街として取り組むことをバックアップする人材を派遣をします。そして、国の採択をできるだけ受けられるようにすると。で、国の採択を受けた商店街につきましては、
その国の事業の上乗せ支援をする場合と、国の支援が始まる前にプレ事業として支援する場合、この2つの具体的な事業支援、需要喚起の支援をやっていきたいと思います。これについては委託金額の上限、府としての予算としては上限50万円、1商店街上限50万円ということであります。ですので国が300万円に対して350万円の上限で事業ができるようにしていきたいと思います。具体的な中身で取り組みのイメージですが、それぞれの商店街において、例えば大学なんかとコラボして商店街のブランドを確立していったり、その PR をしていったり、あるいは人の流れと街のにぎわいを創出するということで、ワークショップであったり、縁日であったり、いろんなイベント、そして、観光客の呼び込みの商品開発、これは今海外のお客さんを今見込めませんが、国内の お客さんがこの大阪の商店街で伝統品のマルチェであったり、街歩きであったり、地元の産品を使った商品の開発とか、そういった大阪に遊びに来られた方を、商店街へ来ていただけるというような取り組み、それからプロモーションです。バーチャルリアリティの映像を使って商店街のバーチャル体験等々、さまざまやり方があると思いますが、商店街のその個性に応じたその取り組み、これを支援する専門家を派遣をしながら、国のその GoTo 商店街の採択をある意味勝ち取り、そして府でも上乗せ事業、プロ事業をして支え、そして商店街での需要喚起を増やしていきたいというふうに思います。次、3つ目です。文化芸術活動についてです。このコロナの状況で文化芸術活動というのがかなり制限をされているという状況です。この間そういった活躍の場ができるようにということで取り組んできましたが、今回さらにこの文化芸術創出事業もこれはすでに予算化してますが、その一環として新たなプログラムを実施していこうと思います。大阪落語祭りということでこれを開催します。総勢約250名の大阪の落語家の皆さんが、それぞれ一門があるんですけど、その一門の垣根を超えて12月1日から1ヶ月間、12月1日から12月31日まで、府内の各所の寄席、小屋であったりそのホールで上方落語を披露していただこうというふうに思います。文化芸術、伝統芸能、音楽、さまざまなプログラムを今文化芸術フェスでも実施していますが、主催としては文化芸術フェスが実行委員会となりながら、それぞれの上方落語を披露してもらうと、これは大阪にしかないものだと思ってますので、多くの人に楽しんでいただきたいと思います。12月1日の初日の公演については大阪の松竹座で開催をします。金看板の落語家が並びまして口上を述べるといった華やかな演出でスタートをしたいと思います。この機会にぜひ落語、上方落語を楽しんでいただけたらなと思います。そして料金については今調整中でありますが、公演によって当然異なりますが、お得な価格で実施できるように今調整をしているところです。会場ですけども、開催期間は12月1日から12月31日まで。会場ですが、大阪の松竹座、クールジャパンパーク大阪、そしてテーマ展示の繁盛性、道楽亭、さやかホール等々、大阪府内の各所で全90公演以上を計画をしています。10月14日から順次チケット発売予定ですので、詳細は大阪落語祭りホームページまで来ていただけたらと思います。僕からは以上です。それではご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。関西テレビの上田です。都構想関連でお尋ねします。都構想が賛成多数になった場合に、名称を大阪都に変える意向を示されていると思うんですけれども、その方法によってお尋ねしたいんです。方法についてお尋ねしたいんですけど、まず、
法改正が必要だということはもう前提になっていると思うんですが、その法改正をどういう法改正をお考えなのか、その単に、都に変えるという、特別法なのか、あるいは、大都市法の改正を考えておられるのか、あるいはその他なのかというのが1点で、2点目はですね、松井代表も、おっしゃっておられるんですが、2023年に、地方統一選に合わせて住民投票されるというふうにおっしゃっておられるんですけれども、この住民投票というのはどういう位置づけの住民投票になるのかというのを、まあ、1つ目の質問と関連して合わせてお答えいただければ、お答えいただけないでしょうか。よろしくお願いします。まず今現在都構想の住民投票の期間中でもあります。もしこれが、まあ、否決となればもうこれは無理という形になると思います。で、可決になった場合ですけども、これは大都市法上を、大阪都とみなす特区制度に移行します。日本の大都市制度上は2つあって、政令指定制度とこの特区制度があるわけですけども、特区制度を採用しているのは東京都のみということですが、大阪も特区制度を採用することになります。で、特区とみなす、都とみなすとなりますが、名称については大都市法に規定がありませんので、大阪府のままということになると思います。で、僕自身はやっぱり特区制度にこれは移行するんだから、大阪都に名称を変更すべきだと思います。で、その具体的な手続きについてですが、法律の改正の仕方、あるいはさまざまあると思います。その新法を作る場合、大都市法を改正する場合、あると思いますが、当然これは法改正が必要になりますので、国に対して法改正をお願いする。で、これも簡単な法改正ではないと思いますが、維新の会も、日本維新の会も持っている議席数、衆議院でごく少数しかありませんので、簡単ではないと思いますが、もしこれが可決、今回の住民投票が可決になれば、やはりその民意もぜひ組んでいただいて、国に対しては法改正をお願いするということになると思います。で、法改正が具体的にどういう法改正の種類でいくのか、先ほど申し上げた新法を制定するのか、あるいはその大都市法を改正するのか、地方自治法にも規定がありますけど、現行法の改正になるのか、いろんなやり方あると思いますが、それはもう国にお任せしようというふうに思います。特に、現時点でこういうやり方で進めてくださいというところまで、考えているというものはないですし、これはもうまさに国の法律ですから、国で判断いただけたらと思います。ただ、大切なことは、やはり、大阪府の名称に愛着を持たれている方もたくさんいらっしゃいます。僕は大阪府を大阪都に改めるべきだと。府都市の広域行政を一元化するわけです。役所の組織も変わるわけですから、僕は大阪都に名称変更すべきだと思います。ただそれをするんであれば、法律改正だけでは当然、不十分で、府民の皆さんにその意見を問うと、投票という形で意見を問うということが非常に重要だと思ってます。だからそれをマストの条件として法改正をお願いするということになると思います。で、ですので、じゃあその住民投票がどういう位置づけになるのか、これは法改正の仕方によって変わってきますので、それはもう本当に国の判断ということになろうかと思います。もっと言えばその憲法上も一つの自治体に適用されるものについてはその地域の、ある意味投票が必要だという憲法もあるわけですから、ですので、その憲法上の投票になるのかどうか、それは判断あると思いますが、いずれにしても府民に対して投票をお願いするという手続きをやるというのが非常に重要だと思っています。その具体的な立法措置の方法であったり、それが憲法上の府民への投票になるのかということについては、まだ詳細はこれから、検討はこれからだということですけれども、やっぱり府民への住民投票は必要だというふうに思っています。で、時期についてもやはりこれ880万人、有権者でいくと880万人じゃないですが、880万府民に対してこのお願いをするということになりますので、費用もかかります。ですので、できるだけ費用がやっぱりかからないやり方を考えます。となると、2023年の統一地方選挙、その時に住民投票が、名称変更の住民投票ができるように、それに合わせた形で
法改正をお願いしていくということになると思います。まずはだから名称変更の法律を作ってもらうということの理解をね、大きな方向性を国会でぜひ、お願いしたいというふうに思います。具体的な手続きよりもそこの方がハードルが高いんじゃないかなと思います。でもそのハードル高いですけど、今回否決になればもうそれはもう僕らも諦めますが、可決となればその名称もぜひ大阪市と大阪府の広域行政を合わせる、ある意味大阪府もこれ役所再編ですから、新しい大阪とで僕は行くべきだと思います。次のご質問お願いします。毎日新聞の石川です。教育と行政の役割について質問させてください。大阪都構想では、教育など住民に身近なサービスについてはこれは基礎自治体が担うべきだというような位置づけになっています。で、まず知事のご認識を確認したいんですけれども、今回のコロナ問題で象徴されるように、もしも新型の感染症が区域全体を襲うような事態になったときに、小中学校などのこういう教育現場の休校の判断というのは、これは広域行政が担うべきだとお考えなのか、基礎自治体が担うべきだとお考えなのか、まずここを確認させてください。特に今回のようないわゆる緊急非常事態の新型のウイルスが発生したというような場合には、広域的な役割というのも非常に重要になってくるだろうというふうに思います。ですのでそれぞれこの広域自治体としてある意味休校が、もし今回は子どもたちになかなか感染が広がる、あるいは子どもたちの致死率が高いというウイルスではありませんでしたから、振り返ってみたときに、ですので、ただまあこれはそうじゃないウイルスだって、これは当然ありえるわけで、まあそういったときについてはできる限り広域行政体としての役割を発揮すべきだろうというふうには思います。ただ最終判断については、特に小中学校については僕は基礎自治体が判断すべきじゃないかなというふうに思います。まあここは高校なんかは非常にまたぎますから、区域をまたぎますので、区域とまたんで、まあそれぞれのエリアもまたぎますから、高校についてはあるいは大阪府がきちんと管轄してやっていくと。で小中学校については、もちろんそういったウイルス広範囲に広がっていきますから、どの市町でウイルスが切れたり切れなかったり、行ったり行かなかったりではないので、できるだけ広域行政の判断から、まあ、必要な部分については市町村とは協議をしていきますが、最終判断決定権者としては僕はやっぱり教育行政、特に市町村の教育行政はもう僕は身近なところでやった方がいいんじゃないかなというふうには思います。10月8日の新型コロナウイルス会議終了後の囲みでも、確か読売新聞さんだったと思いますけれども、4つの区が特別区ができたときには調整も4倍大変になるんじゃないかという説明を受けたときにですね、知事は最終決定権者が大事であるというようなお話をされておりました。で今現在もそうですし、特別区に移行した後も各、区教育委員会ができるわけなので、当然休校の最終決定権者というのは区になるかと思います。でお聞きしたいのはですね、もしもこの 都構想が実現した場合に、何かそのあたりで、府が主導するけれども最終決定権者は、各市町村協になるというときに、この話し合いが制度として何か円滑に進むような形、仕組みが担保されているというふうにお考えなのかどうか、ここをお聞かせください。これは大阪府にも市町村化というのがあって、常に市町村とは話はいろいろしあっているところです。だから当然その特別区とも、これはもう特に特別4区は都心ですから、そういう意味で4区ではもう法律上の特協議会というのも当然ありますし、その協議というのは非常に重要だろうとは思っています。ただ最終判断というのがそれぞれきちんと明確になるというのが非常に重要な視点だと思っているので、広域行政体として、今大きな方向性とか、これは今大阪府と大阪市重なってますけど、新たにこれは大阪都でやっていく。特にこの市町村の学校行政、特に小中学校行政については、僕は基本的にはそれぞれの特別区が最終決定権者としては判断していくべきだろうというふうには思います。ただ、常に、よく言われる特別、都構想になったその、話し合いしないのかと言われます。これ当然今も市町村と話し合いしてますし、話し合いというのはやるんです。ただ最後どこに決定権があるのと考えたときには、僕は小中学校に権限についてはそれぞれの4区が判断するということがあるべき姿じゃないかなというふうには思います。
ちょっと確認ですけれども、今回の住民説明会であったりだとか、あるいはこれまで6月の法廷協議会であったりだとか、5月中には14日に、これ、松井市長がツイッターでも発言されてますけれども、よく引き合いでですね、2009年の新型インフルエンザの時の休校をめぐる対応で、当時の橋本知事と、それから平松市長の休校に対する考え方が割れましたというようなお話、不幸せの象徴の一つとして、例示されていると思います。で、今、基礎自治体が休校の判断を担うっていうのが、これ、最終的な決定権者という話をされたのであれば、当時 その大阪市立小中学校の休校の決定権者は、これは大阪市なので、基礎自治体の判断で休校、当時しないというか、そういう姿勢を示したとしても問題ないとは思うんですけれども、改めて2009年の新型インフルエンザの時というのは、一体何が問題だったというふうにお考えなんでしょうか。まず新型インフルエンザの時は、確か市立高校の部分も、大阪市内で市立高校も持ってますし、高校がまず府として二重に重なっているという状況だったと思います。今はその市立高校は大阪府へ移管させようということで、やっていきます。そういった意味で、その高校の確かでもきっかけも、海外からこう、高校の何かこう、帰ってきた子どもたちを成田かどっかで行って留まってもらってというのがきっかけで、ちょっとここもそこ うろ覚えですけど、今 の質問準備されてるわけじゃない、うろ覚えですけど、確かそうだったと記憶をしてます。記憶違いだったらまた指摘は事務局から しますけども、ですのでそういった中で、この権限が重なっている、その時にどうするのかということで、橋本知事としてはそれはやはり休校すべきじゃないかという判断で、平松さんは、そうじゃないということで大きく対立したというふうに思います。で、最後別にこれ橋本さんが決めるわけでもなく、最後平松さんに決定権が当然市内の市町村についてはあるわけですけども、これはなかなか迅速に決定もなかなかできないし、そういう中で、確か厚労大臣、当時の舛添さんか、舛添厚労大臣に、新型のそのインフルエンザについての対応ということで、その助言というのをしてもらって、ようやく話がまとまったというふうに記憶をしています。だから当時の対応が問題なかったかといえば、やっぱりこれは大阪市と大阪府がそれぞれ権限を持っているものですから、そこでぶつかり合っているという意味では大きな問題だったろうというふうには思います。はい、ありがとうございます。すいません、すいません、読売新聞の太田です。それで発表事項なんですけども、南の調査なんですけども、5班から10班に体制を強化するということなんですけども、年末にかけて調査を強化する狙いと、民間委託となるということなんですけども、府としてどう関わっていきたいのかというのをお願いします。先の交通省電話の方です。違います、南の調査、こっちの方ですね、こっち側の方については、5班10班体制でまず早急にやろうということで、大阪府として、まず我々 その現実の職員ということで対応をしました。やはり今さまざまなコロナ対策で大阪府としては非常に、いろんな仕事に当たってもらう必要がありますから、これは一定のノウハウがあれば大阪府の職員が必ずしもやる必要はないので、そのノウハウを一回この9月24日から10月14日で一定確立をさせて、どういうやり方がいいんだろうというノウハウは確立させました。で、その確立させたノウハウを今度10月15日から始まる10班20人体制の民間委託の時、皆さんにこういうノウハウでやっていってくださいということを、お伝えをして、そしてやはり引き継いでですね、マニュアルじゃないですけど、ある程度やり方がもう見えてきますから、そういったことを民間の皆さん、民間委託にやることによって、よりその体制は強化、できますんでね、こちら予算措置できますから。ですので、こちらを、体制を強化するために民間委託をしたということです。で、負の関わり方としたら、この先先行した10人体制でやったところでノウハウを獲得をしているので、それを民間に共有、委託先に共有するということで、やっていってます。
すみません、それで都構想の話なんですけども、都構想の庁舎配置に関連してなんですけども、まあ、反対派の中にはですね、まあ、中之島庁舎に曲がりをしている天王寺区とか淀川区だったりとか、防災について速報体制に支障が出るという批判があるんですけども、まあ、将来南海トラフ地震による津波被害も予想される中で、こうした速報体制も含めて特別区の防災体制について知事どのようにお考えでしょうか。まず速報体制についてですが、現在の大阪市の状態のままでも、この中之島に職員が集約しているということになっています。ですので、これはまあ今も淀川とかいろいろ土地の条件は変わってないけども、職員がいるのは中之島に集約しているというのが今の体制です。でこれは特別区になれば、例えば淀川区であれば淀川区にいる区役所にいる職員の数というのは増えます。ですので淀川区民からすれば、よりその淀川区民の皆さんに近いところで、まあ、職員の数が多いと、今よりは多いという形になります。もちろんこれはコストを抑えるために中之島で、庁舎がこうその体内部分は曲がりを一部してますから、ですのでそういった意味ではそこで働く職員というのがいますけれども、ただ今の大阪市ではほとんど中之島に集中しているわけなんで、まあ、そういった意味では今よりはその速報体制というのを迅速に特別区の方が対応できるというふうに思います。それからもし災害がこうぐっと起きた時っていうのは、そのやる広域の自治体でやるべき対策と、特別それぞれ基礎自治でやる役割というのが、これはもうまあ、法律上も明確に分かれているし、実際の運用上においてもやっぱりこれは分かれているわけです。ここはやっぱり明確にした方がいいと思ってます。で、その広域の災害が起きたときは、例えばその自衛隊の派遣要請であったり、それはもう広域自治体であります。でこれは警察だって皆さんご承知の通り、被災地だったらもう派遣して支援活動をするわけで、警察これはもう大阪府が持っていると管轄してやってます。消防ここだけが今基礎地になっているので、大阪市がもう管轄しているという形になりますが、もう消防は大阪府で管轄するということになりますので、この大規模災害における緊急の初動体制とこうしたら、より広域自治体で実行する方がより強固なものになるだろうというふうに思ってます。それから普段の災害の備えとしても、そういった広域的な視点でこれから見ることができますから、より消防体制は強化される。東京消防庁なんかが典型例だというふうに思っています。そしてもう一つは、その事前の防災体制としていろんな防潮堤の整備と、そういったのも非常に重要です。この間大阪市と大阪府がそれぞれ港湾管理とか河川の管理がバラバラでしたから、防潮堤の耐震対策、液状化対策すらできてきませんでした。当時橋本知事が平松市長に一緒に防潮堤対策やりましょうと言いましたが、大阪市平松市長はそれに乗りませんでした。でも南海トラフの地震なんか起きた時っていうのは、津波が来たらその波の種類っていうのは、ここは大阪市の河川、ここは大阪市の港ですねと、こっち行くのやめようとか、そうならないわけなんで、一挙に津波っていうのがやってきますから、大阪市の大阪府とかあんまり関係ないわけです。ですので、でも乗らなかった。これは府市の災害対策において府市の大きな弊害があったと思います。でこれはまあ皆さんには見えにくいところですが、実際にこれはそういうことがあったわけです。でそれじゃダメだよねということで、松井知事と橋本市長になった時から大阪市域、大阪市の管理とか大阪府の管理とかなしにしてちょっと置いといて、危険なところから含めて大阪湾岸エリア全体の防潮堤対策をやっていこう、そして、まあ、危険なところからやっていこうということで、3年全部で10年計画、3年計画、5年計画、10年計画というのを立てたわけです。例えば西淀の佃なんかは非常に、まあ、危険なエリアなわけですけど、あれ危険なエリアであればそこからまずは重点的にやっていくというのをやりました。もうこれは3年目の計画は実施は完了、5年目の計画も実施完了、今はちょうど7年目に入っています。だから何もやらずに府市バラバラのまま、もし南海トラフ地震が起こった時に、津波かなり大きな被害は、被害想定も公表してますけど受けてましたが、
これによってこの被害だいぶ今抑えることができています。その想定も今変わっています。それも発表済みです。ですね、見えないところですけども、この災害対策というのも大阪府市の二重行政の体制のままだったら進んでこなかった。これを進めれるようになったというのは非常に大きな、まあ、今バーチャル大阪府で進めてますけど、それはまあある意味、広域行政体としてこれからは責任を持ってやっていくことができる。これは大きな第一歩だというふうに思います。まあ、こういったことはなかなかメディアの皆さんにも報道していただけないんですけどね、見えにくいところで。でもそういったところをやっぱり報道しなきゃいけないんじゃないかなって僕は思いますよ。まあ、これは賛成派のとにかく反対の報道を一生懸命なんとかなんかないかみたいな荒探しが多いんですけど、それ非常に重要なことだと思うんですね。なんで橋本さんと平松さんの時それできてこなかったんですか。できなかった理由っていうのはやっぱりちゃんと考えなきゃいけなくて、それぞれ組織の体質っていうのがあってですね、これは僕は大阪市長まで大阪府知事もやったからよくわかるんですけど、まあ大阪市の職員からすると大阪府と何か一緒にやるっていうのはもうとにかく嫌がります。まあ、もうほっといてくれと。大阪府の職員からすると大阪市内のことはもう大阪市長、大阪市に任せておけばもう大阪市とやるのなんかもういいやんかみたいな、そういう空気がねものすごくやっぱりある。でこれは 今でも僕は感じることがありますから、それは橋本さんの時の方が強烈だったと思います。でそれをなんとかバーチャル都構想で今進めてますんでね、そこは府の職員も市の職員も優秀ですから、まあそれぞれ文化があるっていうのも染み付きながらも、なんとか今トップがこういう体制だから連携してやっていこうっていうのは本当に職員真面目だからやってくれてるなというふうに思いますけど、やっぱりそこは組織体質、組織の在り方としてどうしても同じような権限で同じような仕事をしますから、それぞれがもう交わることってなかなかないんですよね。でもそこは大阪府民市民にとってやっぱり損でしかないので、それこそそこをまあ組織として改めようというふうに思っています。災害対策についても僕はそういう意味で強化されるだろうというふうに思います。次のご質問お願いします。今よりはね、今よりはだからそれが 100% 完璧とは僕も言いませんけど、今の大阪市と大阪府のあの昔のあのやり方よりはまだマシなんじゃないかなと、よりマシなんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、それが大阪で積年の課題で言われてきたので、その解決する案っていうのはやっぱり提案していくのが現実の政治行政の責任じゃないかなと思います。日刊工業新聞の大川です。先ほどの発表事項で国の GoTo 商店街事業に上乗せする形で商店街を支援されるとのことですけれども、国の採択で漏れた企業へもこれ50万円を支給していくということでよろしいんでしょうか。いや、これは国の採択された事業というのが前提になってますので、だから国の採択が漏れたところにこう独自の50万円だけやるとかそういうものではやっぱりないです。ですので、まずできるだけこの107事業商店街が採択されるようにやらないと、それでパッケージでプランを作っていきますので、50万円だけのプランを作るわけじゃありませんので、まあ、そういった意味では、やっぱりこの、1商店街350万円のこのプランを、支援策を府としても、まずそれが一体だし、そして、サポーター派遣をしますんで、専門家を派遣しますから、そういった意味で、その専門家の皆さんから見てもこう商店街の皆さんだからなかなか気づかなかったり、商店街の本来いいところをなかなかこう引き出せてなかったりするところもあると思うので、まあそういった点で魅力を発信できるところに力をこれ我々としても出していく。で、予算規模もそういう意味で350万円というのをベースにいろいろ作っていたりしますので、ちょっとバラバラにやる事業ではないというふうに思っています。なので採択されるというのが前提です。わかりました。漏れた企業への何か支援というのは今のところは考えてないということでよろしいでしょうか。もう漏れないように今やっていくし、どうしても漏れた場合はちょっとまた考えます。なんかその事業ができないということになるんでしょうけど、まあちょっと漏れた時はもうここもなんか考えます。でもできるだけやっぱその漏れないように、107事業は107の商店街はこの間感染症対策も取り組もうというのでやってきてくれたわけですから、今度は感染症対策が一定を定着してきたんであれば、今度は次消費の方をね、やろうというふうに、やっぱり言ってくださる商店街がほとんどだと思うので、それで手を挙げてくれる商店街については、やっぱり全て採択を目指してやります。どうしても漏れた場合は、ちょっと何らかの支援策は考えたいと思います。
わかりました。すいません、話は107以外の別の事業者が商店街を手挙げてきた場合はどうするかというのがあると思うんですけど、少なくともこの107の商店街は感染症対策も一生懸命やろうよっていうのでやってくれた商店街なんで、何らかの支援策は考えたいと思います。わかりました。話変わりまして、国際金融都市構想の実現に向けて菅首相がですね、東京大阪福岡の3都市を競わせるというような発言をしたと報道があるんですけれども、まずこのことについて受け止めをお願いします。総理が東京大阪福岡というこの3都市の話をされたということで、まさにその大阪も入っているわけですから、で僕自身もこの大阪というのは国際金融都市をアジアにおいて特に重要な立ち位置を目指すという意味で、僕はその力があると思ってますし、それを発揮していく組織、それをぜひ実現を、ね、したいと思います。ただやっぱりここもさっきの話じゃないけども、じゃあ大阪府だけね国際金融都市を仮に目指すって言っても、大阪市がじゃあ国際金融都市なんてこんな夢みたいな話はもうやりませんとなったら、これは国際金融都市なんか絶対誘致できないですよ、だからそういう意味でもやっぱり都構想っていうのは絶対必要な政策だと僕は思います。じゃあ大阪市だけが単体で国際金融都市を目指すって言ったって、それはなかなかこの270万都市、整理市だけで目指すって言ったって、そんな東京にね、じゃあ全400万都市の東京との勝負にじゃあ勝てるのかというと、そういうわけにいかない。ただ東京都は1400万都市で勝負してくるわけですから。で菅総理はこの3都市を競わせるということを、発表された、あれって発表されたんですよね、インタビューの中で。インタビューで答え、インタビューで答えられているので、じゃあ1400万東京都市に270万大阪市だけで対抗できるかってやっぱ難しいですよ。そう考えたときにやっぱり880万都市としてある意味その東京とも競争する、そしてそうしない限りも国際金融都市だってそんなの誘致して競えるわけがないと僕は思います。なので、そういった意味でも皆さんよく言われるんですけど、都構想にならないとできないことは何ですかとかね、都構想の先の政策は何ですかとかいろいろ聞かれるんですけども、この国際金融都市一つとっても都構想が実現せずに福祉がバラバラになったら、こんなのはもう橋にも棒にもかからないような話になってくると僕は思います。ですんでやはり強力な東の拠点としての東京がある、これはやっぱ日本にとって非常に重要なことです。でももう一つ重要なことはやっぱりもう一つの拠点をきっちり作っていくと、ある意味その切磋琢磨すると、まだまだ今そんなこと言える状況じゃないです。福祉が二次行政やってるぐらいですから大阪は。でも将来的には切磋琢磨できるぐらいの西の拠点を作っていくというのが大阪都構想の大きな目的でもあります。で実行組織が重要ですので、そういった意味ではまずこの実行組織である大阪都構想っていうのを実現させたいと思います、そしてその先にはね、その国際金融都市というのも東京1400万都市と競えるような大都市を、ね、目指していきたい、880万都市で、目指していきたいと、そう思います。ただここは、やっぱり国際金融都市といっても効率、前も聞かれた時答えたと思うんですけど、これは世界との競争でもありますから、税制、これが非常に重要です。今の日本の高い、所得税であれ金融税制、金融課税の状況の中で国際金融都市を目指せるとは僕はなかなか思わないので、日本の中で言ってるだけっていうふうに終わっちゃうから、やっぱりそこはその税制をその特別な特区のようなね、何かこういう扱いというのをやっぱりしないと実現できないと思うし、それからビザですよね、ビザを緩和して海外の方が多くこれは来られることになるから、海外のそういう高度な方が来て、そして生活する、生活しやすい街づくり、これら重要だと思います。もっと言えばこのインターナショナルスクールであったり、子どもたちの教育面であったり、英語を含めた英語圏での非常に住みやすい街づくりであったり、そういったことをやっぱり実行していかないと国際金融都市としては成立しないと思うんです。だからそういったものを、ある意味風刺、バラバラの状態では到底東京には太刀打ちできないと思いますから、まずはこの大阪というのを今回の住民投票で確立をさせたいと思います。具体化するのは、その先
だと思っています。今はこのそういった意味で実行組織である大阪党を作るための住民投票も11月1日に迫ってますから、その実現をまずやりたいと。それが実現した暁にはね、やっぱり将来を広域行政を一本化していくわけなので、その880万都市として、アジアとの競争、東京との切磋琢磨ができるぐらいの西の拠点というのを目指したいと思います。だから想像して、本当に想像してもらったら分かるんですけど、これなんで想像できないのかなと思うけど、市長が国際金融都市を仮に目指すって僕が反対するって言ったら、できないです。でコロコロこう変わったらやっぱりできないし、東京は1400万都市でやっぱりそういったことは勝負かけてきてるのでね、もうそこはぜひ在阪のメディアの皆さんにもご理解をいただきたいなというふうに思いますね。将来を考えたときに。わかりました、住民投票の後にじゃ動きが具体化すると可決になった場合ということでしょうか。そうです。わかりました、ありがとうございます。すみません、ちょっと前のことで恐縮なんですけれども、国際金融センターについて SBI の北尾社長と会われたという話があるんですけれども、どのようなやり取りがあったのか改めて教えていただけますか。SBI の北尾社長からその国際金融都市の話がありました。でこれは SBI の北尾社長だけじゃなくて他の方からもやっぱり大阪を国際金融都市にしてほしいという声は僕のところに届いてます。で、その時に常に僕はまず話をしているですけど、一つはこれは国際金融投資を目指すって言ったって、まあ、今香港がああいう状況にもなってますからね、まあ、そういったことで、まあ、受け皿の部分も含めてアジアの金融センターを目指すべきじゃないかという意見は、まあ、北尾社長からも話があるし、それ以外の方からもやっぱ話を受けることがある。でただやっぱり僕自身はそれを実行する立場の人間ですから、言って終わりですもんやったら、まあ、僕もまあ、将来もしコメンテーターならテレビで適当なこと言って終わってそれで仕事終了になりますけど、今僕は政治家ですんでね、それ実行しなきゃいけません。じゃあ実行するときに何がいるかっていうと、国際金融センターについては特にやっぱり僕は税制とビザ、そして政治の安定性だと思っています。で、まずその税制については、税制とビザはもうこれは国です。でという意味で大阪府からいくら要望しても、まあ、要望はいいんですけども、実際に税制が変わらないと、ビザが仕組みがやっぱ変わらないと、なかなか国際金融都市、アジア、世界と競争できる国際金融都市は実現できないと思います。まあ、そういう話を北尾社長にもしています。そして、他に言われる方にもそういう話はします。でもやっぱり目指すべき姿としては、そこは大阪としては目指していくべきじゃん、目指していくべきだという話は僕は北尾社長にはしました。で、特にこの政治の安定性と、それから、まあ、都市、大都市制というのもこれは重要になってくると思います。特に大阪は24時間空港もありますし、海外から見ても行きたい都市ナンバーワンに指定されるぐらい、まあ、荒廃地である京都とか、荒廃地という言い方はよくないかな、その周辺では京都とか奈良とか非常に歴史も深いし、大阪自身も歴史も深いし、そういった意味で海外から見て非常に魅力的なエリアです。で、もともと民で育った町ですから、新たなことにもチャレンジするという精神がある人も多いという意味では、僕は国際金融都市の土壌というのは大阪にはあるだろうと思ってます。もう一つはやっぱり政治の安定性です。いろんな新しい取り組みをしますから、その地元の政治の安定性というのが非常に重要で、ここは今は僕と松井さんでやってますけども、まあ風刺がすぐ苦み合う体質、不幸せが大阪の歴史であり制度的な課題なので、まずここをなんとかこう、一本化してね、世界と競争できるような成長戦略を描くだけじゃなくて実行できる組織を作らなきゃいけませんという話はしてます。つまり都構想ですね。こういうことをやらない限りはなかなか難しいんじゃないかというような話はそこではさせてもらって、それが政治行政の安定性だろうというふうには思ってます。だって今大阪市長がやらないと言ったら終わりなわけですから、で大阪府知事がやらないと言っても終わりだし、だからまあ東京も国際金融都市を目指すというふうにこの間やっぱりこう目指されているわけなの で特に総理がこの3都市を競わせるということになるのであれば、やはり大阪としてもその政治行政の安定性というのはより求められる、880万都市として国際金融都市を目指すということが重要なんじゃないかなと思います。途中でブレることがないように、まあそう思います。で話した内容としたら、だからその
3点ぐらいですね。まず国のこの税制とビザが変わらない限りは、いくら地方がこういう金融都市目指すといったところで、宣言倒れで終わってしまう。それがまず国が本気で腹くくってやっていただけるのかどうか、ここが非常に重要です。でもし国が本気で腹くくってやっていただけるということであれば、大阪としては名乗りを上げますという話はしています。で、名乗りを上げるときにはやっぱり政治行政の安定性がいるだろうと。都市インフラだけじゃなくて、でも大阪はその力はあると思ってます。そういう話はしたと思います。ありがとうございました。はい、次のご質問お願いします。共同通信の山本です。最初の方に質問がありました、特別区制度への可決が決まった場合 の名称変更の法改正についてなんですけれども、今回も住民投票をかけられるのは特別区制度への移行の賛否を問う形であって、市長も知事も再三おっしゃっておられるように、その特別区制度に賛成の方でも名称は大阪府のままがいいという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これ可決した場合ということですけれども、実際にその名称変更の法整備を、政府に求めるという段になったとしてですね、その時点でその特別区制度移行への賛成は多数という結果が得られたとしても、名称変更を求める民意がどれぐらいの割合を占めているかというのはなかなかこう判断つかないのかなと思うんですが、名称変更の法整備を求めるにあたって、立法事実となるようなその民意の割合というか、どれぐらいの方が求めておられるかというのは、何かまた別途調査したり、投票を改めてその法整備を求めるための住民投票をなさったりするお考えはありますでしょうか。いや、ですので、最終的には住民投票で、府民の皆さんの住民投票を必須とするということをある意味条件としたお願いをするということになると思います。で、じゃあそこで数字が出てくると、数字というか府民の皆さんの民意というのが明らかになると思います。その名称変更のことを問う住民投票を府下全域で行うことによって、府民の皆さんの民意というのがそこで判断されると思います。立法事実としては、これは特制度に移行するわけですから、まず特制度に移行することを市民の皆さんは判断をされた。そして、我々も、大阪府と大阪市の公共行政が一つになるわけですから、大きな組織再編です。で、これは都とみなされるわけですから、名称も都に変更すべきだという立法事実は十分あると思います。ただそれだけで名称変更したら、これはやりすぎだと思いますけれども、だから国会議員が決めるんでもなく、僕ら知事市長でその判断して決めるんでもなく、最後は府民の皆さんが判断する場、つまり住民投票というのを設けるということを考えています。で、二度住民投票するということは考えていません。わかりました、ありがとうございます。次のご質問お願いします。フリーの横田はじめですけども、南海地震の津波対策がですね、まだ不十分で、都構想より優先するべきだと訴えている関西大学の川田義明教授がですね、防災の専門家として菅総理にですね、官房長官時代に、その大阪が津波で水没するリスクについて伝えたところ、来ないでしょうという楽観的な返事をしたという話を、都構想の告示日の集会でおっしゃってたんですが、吉村知事が菅さんとお会いになったときに、どんなお話をしてたのか、菅さんがそういう楽観的なことしか言ってなかったのかについてお聞きしたいのが一点と、川田教授はですね、川、水門を乗り越えて川を、津波が遡って、それを介して大阪が水没すると、4区中3区水没する、とてつもない被害が出る恐れがあると、地下街もほとんど水に浸かってしまうというリスクをおっしゃってるんですが、この対策は十分だというふうにお考えになってるんでしょうか。2点お願いします。いや、まず、菅総理と川田さんとのやり取り、そもそも僕、川田さんと存じ上げませんが、川田さんとのやり取りは知りません。ですので、僕がどうこう言うことはないです。
それから菅総理と直接僕と菅総理がその津波の防潮堤のことについて話したというのは僕の経験としてはないです。もちろんその大阪府と国では当然やり取りをしています。で、そのまあ自然災害に対する対策ですけども、これは先ほど申し上げた通り、この自然災害へのハードの整備、これは非常に重要です。ですので、ここについては、まあ、これまでも先ほど申し上げた、これも二度申し上げませんけれども、府市のバラバラな体制ではできてこなかった、いわゆるハードの、その津波対策というのをやってきました。それから三大水門についても非常に大きな役割を果たしてくれています。三大水門が あって、前回の台風の時に、まあ、時は当時僕は大阪市長でしたけれども、ほとんどこの町の中の浸水がなかったというのは、これ三大水門が機能したことによって、ほぼこのその町の中への浸水を防ぐことができた。仮に最大の三大水門が機能していなければ、何兆円何十兆円、これはもう確か公表しましたけど、試算あったと思いますけど、それだけの大きな被害が大阪市内に生じていたということです。だから三大水門については非常に重要であり、でこれについてはそれぞれ、少し古くなっていますので、その付け替え工事、より高機能な、強いものにしていくというのを今進めているところです。だからその川田さんが、まあ、どういう意味で半島構想でどういうふうに言っているのかは知りませんけれども、災害のハード対策としては着実に進めているということです。すいません、川田教授はその水門を乗り越えて川を津波が遡って、被害が出るというリスクを指摘なさっているんですが、この対策はもう十分だというふうにお考えなんでしょうか。これは将来大きな津波が来た時への対策というのは、さまざま想定してその水門であったりその防潮堤というのを今実施をしているところです。ですので、まあ、最大のリスクを考えながら今着実に進めている。で、災害対策っていうのはこれは想定外 の津波であったり、まあ、何が起きるかこれはもう分かりません。分からないんだけれども、その中で想定外を想定しながら今災害対策を強化しているということです。なので、これはもう、まあ、ある意味むちゃくちゃなタラレバを言い出したらこれはもうぐちゃぐちゃになりますから、自然災害として考えられる対策をきちんと大阪府の、まあ、土木やそういった技術職を含めて、今確実に進めているというところです。すいません、最後に言ってカジノについてですね、 MGM が、リストラを1万8000人するなどですね、経営状態が赤字に転落するなど非常に厳しい状態になると、一応対日投資大阪への、進出は否定はしてないんですが、ハードルを上げて適切な投資リターンが条件というふうに言い出したと。これは経営状態が厳しいんで、当然投資額を抑えてくる恐れがあると、GoTo インフラをもうカジノ業者が出さない場合も十分考えられると思うんですが、それについてどうお考えになっているでしょうか。これはMGM も現在このコロナ禍にあって、これは非常に厳しい状況になる。これはMGM に限らず世界のどの事業もそういう状況になっていますが、この状況下においても MGM は大阪をパートナーとして最高数字の IR を誘致したいというふうに言っています。で、大阪としてもその最高数字の IR を誘致していこうと、まあ、このコロナ禍を乗り越えてそれをやっていこうということを今両者確認をして進めているところです。まあ、コロナの状況ですからなかなかうまく進んでいないところは当然ありますけども、国もいよいよこの基本方針というのを確定させるべく動き始め、そしてその認定の期間というのも来年の10月から半年ずらして、約9ヶ月ずらして実施するということを決めましたから、その手続きにのっとって大阪の負の遺産と言われているベイエリアを、まあ、光り輝くベイエリアにしていきたいと。これは民の力でぜひやっていきたいと思います。投資額を下げて GoTo インフラ負担しない可能性は全く考えないということ。それはこのままです。今のままです。他にご質問よろしいでしょうか。
エルマガジンの岡田です。大阪南地区の安全安心に関する取り組みに関の質問なんですけども、以前専門コロナの専門家会議で東京の方では飲食店と東京都の対策の方の方たちが根本的にそのコロナの防止対策のことを事業者側に理解していただいて丁寧なこのやり取りっていうのを進められていて、まあ、その大阪にの今回のこの、パトロールに関してもその、罰則をするとかではなくてその共同体となって、いろいろ進めているっていう点も重視されていると思うんですが、まあ、専門家会議などを通じて店や事業者側と風がこう信頼関係を築いたりとかそういった意識も何かあったりはされますか？そこは非常に重要な視点で、まず今回この南地区を中心とした客引きの集中取り締まりということについては、これは今違法な客引きが非常に増えているということですから、これはもう地元の皆さんにとってもこれはもう何とかしてもらいたいという話ですし、そもそも違法ですので、これについてはお客さんが安全に来てもらえるようにするためにも適切に取り締まりをやっていきます。これはある意味南に安心して来ていただけることにもつながると思います。で、違法なものは当然取り締まらなきゃいけない。店を取り締まっているというよりは客引きを取り締まっているということ、違法な客引きを取り締まっているということです。皆さんもちょっと想像してもらったら分かると思うんですけど、南に例えばその女性の友達と行った時にもう客引きばっかりたくさんいて、そこでやられたらもう行く気がもう失せると思うんですけど、それでもし客引きにこう連れて行かれて、不適切な店に連れて行かれたら、それはもっともう二度と行くもんかってなると思うんですけど、やっぱりそう考えると南の活性化を考えた時に違法な客引きっていうのはやっぱり排除していかなきゃいけないというふうに僕は思います。取り締まっていかなきゃいけないと、それは思います。きちんとやるべきはやらなきゃいけないと思っています。なのでこれについては集中した取り締まりをします。で、一方でご指摘の部分は非常に重要な視点です。で、これは専門家会議でも意見が出ました。専門家会議の時に確か東京の事例で砂川オブザーバーが話があって、要はいわゆる夜の街と言われているいろんなホストクラブとかキャバクラとかいろんなそういうお店の人たちともある意味信頼関係を築いて、対策を取る。で、本当にこのコロナ対策はこういう意味で大事なんだよっていう、そのことを、実際理解をしてもらって、対策を取ってもらうということが非常に重要だと。だけども今東京でもそこは課題として非常に難しい点があると、そういう砂が一つの新たな課題になっていると。むしろそこのコミュニケーションというのは非常に難しいけども新たな東京の課題でもあるというのが砂がオブザーバーの意見だったと思います。で、そこは僕も非常に共感をしてまして、この間部局にも指示をしました。で、その健康医療部と大阪市が共同してそういったホストクラブであったり、そういったグループ、どうしてもこれがどうも感染が広がりそうだというグループの皆さんとの意見交換会というのを今進めているところです。これはもうオープンな会議ではなかなかできないと思うんですけども、そこできちんとこのコミュニケーションを取りながら、それぞれの理解のもとにこのコロナを抑えていくというのがその町の共存共栄のために必要なんだっていうのをやっていく、その対話っていうのをより強化していこうということを今まさに進めている最中です。一方でそれをやりながら、他方でやっぱりこの違法な客引きについては多くの飲食店も困っているわけなので、商店街の皆さんも困っていますし、そしてそもそも違法で犯罪ですから、これについてはきちっと大阪府として府警として取り締まるということは僕は両輪でやっていきたいというふうに思います。そしてあともう一点なんですけども、これ今後インバウンドがいつか再開されたときに
まあ、取材を通してそのお店の方たちとかはそのインバウンドが一番こうピークになった時っていうのは、まあ、町の受け入れ体制が不十分ではないところが分かったっていう声もあって、例えばゴミが多かったりとか、そのマナーの悪い、インバウンドの方たちも中にはいらっしゃったらしくて、まあ、その今ちょっと 一度こう落ち着いている中で、その前回 そのピークの時に見えた課題とか、そういうのを検証されたりとか、こういうことが必要だったんじゃないかとか、何かその再開に向けてより良いインバウンド体制みたいなものが何か考えがあったらお願いします。その点についてもインバウンドが回復してくれば、これはぜひ検討したいと思います。ただ今はもうそういうふうに言えるような状況ではなくてですね、そもそもお客さんが来ないという状況です。まあ、インバウンドはそもそも今ゼロですから、入国をそもそも許可してませんので、これはもう国の政策なんで、ゼロという状況です。ですので、今そういった中でもどうしてもお店として閉店せざるを得ない店も増えてきているというのが現実だと思います。なので今の段階で将来のインバウンドを見越してこの対策をというのは少し現実的ではないのかなというふうに思っています。今は国内の需要をとにかく、まあ、対策を取りながら換気をして、安心してこう商店街とか、まあ、南北をこう楽しめる、そういった環境を作る、まあ、国内向けの対策っていうのをきっちりやっていくと、その先にインバウンド対策もあるんだろうなというふうに思ってます。他にご質問ございますか。よろしいですか。はい、それではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。